それは遥か遠いところのお話。母なる太陽と三つの惑星を持つグラール太陽系。そこに住むヒューマンと彼らから生まれたキャスト、ニューマン、ビーストは、旧文明人の王カムハーンの手で引き起こされた亜空間事件によって危機を迎えるが、グラールの人々の思いとそれに応えた者たちの力により難局を乗り越えた。しかし突如数を増やし始めた突然変異の新種族リューマン、さらに原生生物の突然変異と、グラールは未だ混迷の中にあった。そんな中、確かな使命を胸に一人旅をする少女がいた。うわ、右見ても左見ても最新設備だらけじゃん。さすがガルム社管理の施設、かっこいいな。これなら一個ぐらいなくなっててもバレないよね。ね、何よ、その心配そうな目は。冗談だって、冗談。それより大層な施設に呼ばれたはいいけど、ここで私たちは何をすればいいの？それは僕の方から説明させてもらいます。お二人ともお待ちしていましたよ。誰？あんた。失敬、申し遅れました。僕はヒューガライト、お二人の案内役です。ん？あれ、あんたどっかで見たことあるような。この前の技術カンファレンスにいなかったっけ？まあ、僕のことはいいじゃないですか。それよりも、今訪れたこの出会いを精霊に感謝しませんか？グラールを救ったかの英雄との開口。いえ、それよりも、このように美しい女性が二人も。おお、精霊よ、あなたはなんと罪深い問いを僕に授けるのでしょう。こいつはともかく、私とかは英雄というほどのことをしたわけでも。決しておごらず謙虚にあるのもまた素晴らしい。どうでしょう、この後お時間ありましたら優雅な時を共に刻むというのは。それよりも依頼の内容、何かの調査だったと思うんですけど。あっと、そうでした。すみません、久々の好機と思いつい興奮してしまって。それではこちらへどうぞ。見てもらいたいものというのは、先日ガルム社の敷地内で発見されたものです。外見的には真っ黒な石ですかね。結構調べた上での結論がそれなら、もう石とかそういうものじゃないでしょ。何か他に分かってることはないの？いいえ、何一つ分かりませんでした。だからあなたをお呼びしたんですよ、エミリアさん。亜空間理論の第一人者としてね。亜空間に関係したものなの？それすら分かっていません。もしかしたらそうかもというぐらいです。
どこから出てきたのか、何でできているのか、一切不明なんです。由来も不明、理由も不明、分析結果も不明。わかんないことばっかりね。そうですね。最近はそのようなことばかりですよ。シードもそう、亜空間もそう。それにリューマンのことも何一つわかっていない。リューマンか。そういえばシズルが調査に駆り出されてあちこち飛び回ってるみたいだったけど、なんだっけな、ちらっと聞いた感じだと病気みたいなものだとか、リューマンになっても直接的な害はないとか。そうですね、あくまで遺伝子の編成ですから特に不自由はありませんね。え、もしかしてあんたも？ねえ、気づかないでしょ。そのぐらいの違いですよ。その程度のものです。ですが理由がわからなければ不気味なのも事実。最近はそのせいでお茶に付き合ってくれる女性が少なくなってしまって困りものですよ。どう思います、エミリアさん？あっ、そう。なんとも釣れないですね。昔住んでたところ、そういう喋り方する人ばっかり来る場所だったからね。なるほど、手厳しいわけだ。ですが女性は強ければ強いほど口説きがいがあるというものです。ああ、はいはい。それでこの扉の先でいいんだよね。あれ、誰かいる。あなた、その石に何をしているんですか？石が消えた。これで104個。待ちなさい。ここはガルム社の研究施設です。美しいお嬢さんでも不法な侵入は許されません。理由を聞かせてもらえますか？そして今何をしたのかも。断る。意志の強い女性は好きですよ。ですが状況が状況です。不本意ながら力ずくでも聞かせてもらいます。ちょっと下がっていてください。お二人とも、こう見えても権利には自信があるんですよ。覚悟はいいですか？どうしてもやる気か。愚問ですね。行きますよ。へえ、やるもんだね。仕
方がない、使うぞ。何かです。あんな力僕は知りません。僕としてもそう言いたいところなのですが、彼女が本気を隠していたというのが正解のようですよ。もう手加減はできない。これ以上は手を出すな。それに頷ける立場だったらどんなに楽かと思いますよ。お二人ともすみませんが、力を貸していただけますか。おい、引く様子なんて全く見せないじゃないか。どういうことだ。そりゃそうだよ。今の渚ちゃんのセリフ、脅迫というより挑発だったもん。はい、そうですかって引き下がれるわけがない。私の記憶によればお前が家と指示したはずだぞ。さて、知らない。それよりこのまま粘られても面倒だから、もう適当に蹴散らして逃げようよ。わかった。みすみす逃がすわけにはいきません。お二人ともよろしくお願いしますよ。やるな。だがまだ。はいはい、盛り上がってるところ悪いけどタイムアップだ、渚ちゃん。あんた一体何者なのよ。その無茶苦茶な動き、まるでカムハーンじゃない。あれ、今そこの女の子カムハーンって言った。なんでその名前知ってんの。誰の声だよね。聞こえたよね。カムハーンがとかなんとか男の声だった。
アイノールの声が聞こえているのか。ワイナール？おっと、渚ちゃん、そこまでだ。ここは引くよ。わかった。あ、ちょっとこら！やるだけやって逃げるな！逃げられましたね。まさか三人がかりでも及ばないとは。すごい力です。ねえ、もしかしてあいつ。信じがたいけど、それしかないよね。私とあんたにだけ声が聞こえてたし。調査対象が消えてしまったのでは調べようがないですね。いえ、奪われたと言うべきでしょうか。わざわざ来ていただいたのに申し訳ありません。奪われたか。なんか嫌なことが起こりそうな気がする。帰っておっさんに相談してみようよ。たか二人とも、ちょうどいいタイミングだ。え？ちょうどいいって？お二人さん、ご指名入ってるよ。あちらのお客様からね。客って、なんだよエミリア、うるせえな。何度同じ注意させりゃ気が済むんだ。客の前なんだから静かにしろっての。あんた、どうして、どうしてここにいるの？あなたと、そしてエミリア・パーシバル、あなたたちを待っていた。これで誰も入ってこれないと。さて、それじゃあ聞かせてもらいましょうか。あんたの目的は何なの？そう殺気立たないでほしい。何かの拍子で攻撃してしまいそうになる。な、何？やる気ならやってやるわよ！こいつが。私の記憶によれば、ことを構える気はないと、すでに5回は説明したはずなんだが。まだ3回しか説明されてないユーだ。なんだ、やっぱり言っていたじゃないか。だったらそれで分かってくれ。信用できないっての。困ったな。あなたからも彼女に言ってやってくれないか。本当に私は争うつもりなんてないんだ。でもなんかこいつ
すごいヤバげな力も使ってたし、カムハーンの仲間だったりしたら。そりゃ行き過ぎた冗談だね、お嬢ちゃん。間違ってもあんなのと一緒にしないでほしいな。いやー、しかし、なるほど納得だよ。やっぱり半年前にカムハーン出てきてたんだ。ワイナール、余計な詮索はいいから早く出てこい。へいへい。よっと、これでいいかな。はじめまして、お嬢さん方。僕の名はワイナール、よろしくね。ま、見ての通り君たちの言うところの九分名人さ。そういや、渚ちゃん、君ちゃんと自己紹介してたっけ。いや、していないな。念のために言っとくと、威張れることじゃないからね。ダメだよ。きちんと自己紹介しておかないと、他人ってのは警戒を解いてくれないんだよ。そうなのか。ならば、改めて自己紹介させてほしい。私の名は、渚という。よろしく頼む。おい、ワイナール、二人とも絶句してるぞ。何か悪いことを言ってしまったのか、私は。それともお前、また私に嘘をついたのか。さあ、僕は嘘なんてついてないし、聞いた感じ問題はなかったと思うけど。おーい、お嬢ちゃん、どうしたんだい。え？変態がいるー。はい、ちょっとお嬢ちゃん、開口一番変態扱いってどういうこと。なんでそんな露出の多い格好してるのよ。ちょっとこっち来ないで。いや、これ九分目のフォーマルな格好だって。清掃なんだよ、清掃。君たちと共生していた九分名人だってこんな感じの格好をしてたでしょ。確かにミカも結構際どい格好してたけど。だからこっち来ないでって。うわ、めちゃくちゃ嫌われた。会話ほとんどしてない段階でこんなに嫌われたの初めてだよ。自業自得だな。ところ構わずに武器を振り回す君にだけは言われたくないね、そのセリフ。まあいいや、面白い名前が聞けたし。君たち、ミカと縁があったんだね。どうりで僕が見えるわけだ。え？ミカのこと知ってるの？変態さん。ワイナールって呼んでね。ミカのことはよく知ってるよ。多分、君たちより知ってるはずだ。何せ、ずっと一緒に研究してたからね。だから、聞かせてくれないかな。半年前に何があったのか。どうして今ここにミカがいないのか。わかった。なるほどね。九分名人の復活計画か。相変わらずバカなこと考えるな、あいつ。ありがとう。大体の経緯は分かったよ。私の知らない間にそんなことが起こっていたのだな。
知らないって。グラール中大騒ぎだったんだけど気づかなかったの？私たちは私たちで別の目的があったからな。ちょうどいいからこっちの目的も説明しよう。単刀直入に言ってしまえば、リューマン発生の元を立つために動いているんだよ、僕たち。原因自体はすぐにわかるものだよ。君たちの場合は難しく考えすぎて調査の仕方が間違ってるみたいだね。調査の仕方？アプローチの方法が違うってこと？調査、直前にあった問題から洗うってことで、悪空間関連の事象から調べてるでしょ。もうその時点で違うよ、全然外れ。悪空間は関係ない、原因はシードにあるんだよ、お嬢ちゃん。ちょっとその方向から調べてみるといい。僕の言ってることは嘘じゃないってわかるし、僕たちのことも信用してもらえるはずだ。あんたたちが首謀者だって可能性は？まあそこまで疑われちゃどうしようもないけど。私もワイナールも、そしてこのグラールの誰もがこの件に関しては被害者と言える。いささか軽いものだが、私の命にかけて誓おう。でもまだ隠していることはあるんでしょ？ああ、いっぱいあるな。この場では語り尽くせない秘密や隠していることがたくさんあるぞ。ああ、そう。もう、どうでもいいよ。そこまではっきり言われると、逆に聞く気がうせるわ。私はしずると合流して裏付けを取ってみる。だからこの人のことお願いね。ああ、まだ説明は終わってないよ。もう遅いか。まったく世話しないお嬢ちゃんだ。あの子の連絡を待つほどゆっくりもしてられないんだけどね。私たちからの依頼はただ一つだ。私の護衛をお願いできないだろうか。あなたを選んだというよりも、あなたしかいないと言った方が正しい。ワイナールが認識できなければ、私たちの言っていること、やっていることを信じてすらもらえないのだから。一度あなたたちを襲っておきながら、特に弁明もなく護衛を依頼するなんて、虫のいい話だと私も思う。だから護衛という言い方で納得できないのなら、私の監視と考えてくれればいい。私が不審な行動やあなたたちを害する行動を取った時、その時は容赦なく私を殺してくれ。その覚悟を持って私はここに来た。僕も渚ちゃんのその覚悟に異論はないよ。そのぐらい本気だってことを信じてほしい。護衛の道中でよければ可能な限りの説明をするし、そのために言葉も尽くすつもりだ。だから僕からも頼む。私たちはこれからニューデイズの僻地に向かう。もしあなたが私の護衛を引き受けてくれるのなら、来てくれるのを待っている。
だから特別回収の予算捻出については全てこちらで処理しているから特別会計の必要はないって何度も言ってるでしょう。こちらとしてできることは全てやってるの。無駄なこと？こうして通信している時間が何よりも無駄だわ。短期決算報告書の記載が全てなんだからグダグダ言わずに待っていなさい。あ、ごめんなさい、少し見苦しかったわね。今のスカイクラッド本社からの通信よ。いわゆるやっかみとか言いがかりみたいなもの。とにかく何か難癖つけないと気が済まないみたいね。悪空間事件の後からちょっとしたことでも噛みついてくるようになったし、めんどくさいったらありゃしないわ。おいおい、またため息か。そんなにやっててつまらん仕事ならやめちまえばいいじゃねえか。簡単に言ってくれるわね。私が辞めたらリトルウィングはどうなっちゃうのよ。なんとかなるだろ、俺やこいつだっているし、お前に鍛えられた奴らもいるんだぜ。お前に守ってもらわなくてもなんとかしていけるだけの力はある。伊達に悪空間事件を乗り切ってねえよ。お前はずっとワンマンで頑張りすぎだ。いい加減休むってことも覚えろ。はあ、そうだな。それでもし仕事がなくなったとしても、お前一人ぐらいなら俺が何とかしてやる。ちょっとクラウチ、あなた今なんて言った？ちょっと。社長さん、社長さん、この請求は何だもん。持ち合わせがなかったからちょっと立て替えてもらっただけだ。俺の給料から天引きすりゃ問題ねえだろ。経理上で問題あるから言ってるのよ。ああ、わかったわかった。戻ってきたら文句聞いてやるよ。じゃあ俺は出てくるから、後を頼んだぞ。ああ、どこに行くかの連絡も忘れちゃダメ。もうだらしないんだから。クラウチのだらしなさなんて今に始まったものじゃないでしょう。そんな風に怒るなんて珍しいわね。社長さんは今度エミリアを養子にするわけなんだから、もっとしっかりしないとダメね。でクラウチはどんなものを経費で買っていったの？そうか、もうそんな時期なのね。チェルシー、今日のクラウチの態度は私の顔に免じて許してあげて。それはいいけど、どういうことなの？今日はあいつの家族の命日。買ったのはその墓前に備える花よ。いつもならこの時期は荒れてたから分かりやすかったんだけど、守るものができると変わるものね。社長さんが特定の時期に荒れるようなことなんて記憶にないよ。うる、よく見てるのね。別にそんな見ていなくても誰でも気づくぐらいの違いだったわよ。それよりチェルシー、無料招待の根回しやってるんでしょうね。はいはい、しっかりやってるよ。
会しましょう。リゾート地区でのアルバイトも続けて、その他もいろいろやってやっとなの。やっと私のお店が開店できちゃうの。お世話になったママさんと一緒に仕事できるし、今からウキウキが止まらないよ。と言っても今はまだ内装を決めてるとこ。開店まではもうしばらくお預けね。でもでもこうやってカタログ見てるだけで楽しくなってきちゃう。開店したら絶対にあなたも遊びに来てね。うんとサービスしちゃうから。半年前の悪空間事件から昨今頻発しているリューマンの誕生と、次から次へと問題が起こるな。だが今回のリューマン発生というのは新種族の誕生といっても過言ではない。さながら侵略だった悪空間事件とは趣が異なるぞ。リューマン自体は政府などによって新種族との認可を受けているが、規制の感情はそれだけでは収まるまい。かつて起こった500年戦争の引き金も種族問題。その経験があるからこそ皆大事にならないよう慎重にことに当たっているのだろう。リューマンになってしまった者の苦悩、周囲を取り巻く者の困惑、想像に難くない。何も起こらなければいいのだがな。すまない、不安を煽るだけになったな。だが俺はそこまで深刻には捉えていないぞ。グラール銃は悪空間事件を経たことによってかつてないほどに結束している。二度と500年戦争のような鉄は踏むまい。それにこう考えることもできる。新種族の誕生という歴史的な出来事の立ち会いに、それが俺たちなわけだ。名誉なことだと思わないか。おや君か、先ほどエミリアが走っていたが一緒ではないのか。なるほど、一人で研究施設に行か。エミリアも単独で動くことが増えてきたのはいいことだと思うぞ。しかし悪空間事件が収束してから見違えるように活発になったな。エミリアは付き物が落ちたようにも見える。いや、この表現は正しくないか。何か目標を見据えたと言うべきだろうな。かつての無気力が懐かしいぐらいだ。だが彼女のことだ。とかく極端な思考で行き詰まることもあるだろう。単独で動けるようになったとはいえ支えは必要だ。つまりまだまだ君の力は必要ということだ。だからそう寂しそうな顔をするものじゃないぞ。そんな顔はしていない。うん、そうか。ならば私の勘違いなのだろう。勘違いということにしておこうか。